松本ルキアへというところですが、カットをした大山、キーパーの位置を見て狙っていく、おっと見事なロングシュート決まりました。キーパーの位置、キーパーの頭上を襲いました。見事なゴールです。ピンポイントで決めていきました。ガッツポーズ大山。跳ね返したところからですよね。斜めのボール取って顔を上げた瞬間にキーパーの位置見て、まあ、キックの質弾道も良かったですし、これだけ長い、少し向かいてんじゃないですかね。少しボールが落ちるようなね。